はい、並列と直列のね、問題なんですが、同じ値の抵抗をですね、並列にした場合は、半分になると。例えば、5ohmと5ohmをですね、並列にすると 2.5 ohmになるよということが分かっておれば、簡単な問題です。はい、まずですね、ここですね、ここがこれ2 ohm になりますね。そうすると2 ohm と2 ohm が直列になるんで、これとこれがですね、4 ohm になりますな。で、4 ohm と4 ohm が並列になるんで、ここがですね、2 ohm になりますね。これとこれが並列ですからね。で、これ2 ohm になります。はい。そうすると、こういう回路になりますね。16V、2 ohm、2 ohm ですから、これ4 ohm ですよね。はい。なら、I は、16を4で割ります。4アンペア。はい、17番ですね。ここですね。これ並列ですから、半分になりますね。3オームになりますね。で、3オームと3オーム、これですね。これは、何か言ったらこれ直列ですわ。これね。したがってこれ6ohmになりますね。で、これとこれが並列ですから、これ、3ohmになりますね。で、3ohmと3ohmが直列ですから、これとですね、これがね、今度は、直列ですから、6ohmになりますね。したがって、I は、18V6.3 アンペア。はい、ここがですね、2 ohm と2 ohm が並列ですから、ここは1 ohm になりますね。で、ここ3 ohm と6 ohm が並列ですから、これは2 ohm になりますね。で、2 ohm と1 ohm が直列ですから、ここ3 ohm ですね。で、3 ohm と6 ohm がですね、これが並列ですから、これは2 ohm になりますね。はい。R の AB は2 ohm と。はい。これですね。ここですね。ここがですね、多数分の掛けですね。12の6、18の72、4ですかね。視野3、72を、視野32、4オームですね。はい。で、ここは、これ2オームですね。ここが4オームですね。で、ここ、これ6オームになりますね。ここね、6オーム。6と6で、これが並列になりますので、これ3オーム。R の3オームと。ですね。はい、20番目ですね。ここが何本になるか。これ4オームですね。で、ここですね。ここ何本になるかな。多数分の掛け、18の9、27、172、7上がって、こうですかね、162を27で割ります。6かな ?6、7、42、4上がって、26、12で16ですね。はい。これ6オームですね、ここね。これ6オームです。これが、ここが10オームになりますね。はい。だから10オームと10オームが並列ですから、これとこれが並列ですから、これ5オームになりますね。はい。R の AB は5オームですね。